2024年ドジャースに移籍した大谷翔平はホームランを何本打つでしょうか？はい。というのをですね、僕らが今から予想しますと。で、もちろんこれ、もう世界中ですね、もう日本だろうが何だろうが、世界中の誰もわかりません。誰もわかりませんが、僕らがまあ勝手に予想して、で、これ答え合わせも1年後にします。来年の一発目の放送でしようと思うので、という感じなんですが。はい。で、一応全員また順番は僕、小池さん、八木さんの順番でいきますので、皆さんちょっと考えて。で、一応、理由というか、どう思うみたいなことは聞こうかと思うので、ぜひお願いしたいです。で、もうこんなん、別に正解もクソもないので、もう、さっさと行きましょう、まずは。で、一応みんな、うちのスタッフにですね、スケッチブックにマジックを用意してますので、これ残しときます。残しときますので、皆さんはこれ、大きくわかるように。これ書いてっていう時に僕は大きく書くんです。皆さんちょっとちっちゃく書いたら、こうやって画面で見れないので、見えるように書いてくださいね。はい、僕も書きました。はい、他の方できたらもう、はい。せーの、ドンで出して、それぞれ言う感じにしましょう。はい。できました？オッケーですか？できましたか？はい。じゃあ、皆さん出します。せーの、ドン。俺なんかこれ見えへん。あれ？あ、見え？次だ。はい。あ、しちゃってなってます？あ、私も、あ、逆に、逆に。はい。あ、俺のギリギリ見えるね。はい。僕60本、小池さん66本、八木さん58本、青柳さん50本、竹中さん49、なんかみんなに似たような数字やな。じゃあ僕から、僕の60本は、もうこれは別に特に、60本ぐらい打ってほしいな、みたいな感じで、で、今年が47とか6とかですよね。で、来年とか今年、24年はバッターに専念するはずなんで、60本ぐらいは打てるんじゃないかなという予測です。はい、小池さんの66は？はい、僕も全く同じ理由で、やっぱりバッターに専念するっていうことと、まあ、昨年1ヶ月残してでも40以上打ってたっていうところで、もうとんでもない数字が出るんじゃないかっていうところで、あとはやっぱりホームランといえば、日本は55本とかゾロ目が結構縁起がいいので、なるほど。あ、それいいね。あ、そうやね。結構66ゾロ打っ目多いてもんね。ところかなと思いました。あ、なるほど。はい。じゃあ、八木さん。はい、私は58本でした。お。今年がだ大も体ね。44本だったと思うんですよ。今年で去年ですか。で、まあ、残り30試合欠場ということで、で、まあ、バッター専念。ただ、60本っていうのは、もうメジャーリーガーでもめったに出ない数字ですし、正直、勝負、その60に近づくと勝負を避けられるんちゃうかなという気持ちあ、で、まあね。若干60には届かないかなと。なるいほど、うのなでるほ58本しました。ど。いや、これあれなんですよ。あ、そうそう。一個言い忘れて、僕らさっき言った支援員なんで、やっぱ未来を予測する力もありますよと示していきたいんで、これ、今は全然いいんですよ。これ、なんか1年後に見たら面白いやろなと思って。偉そうに言ってるよね、みたいな。今は別に誰が何言ったってちょっとわかんないんで、もうあれですけど。はい。じゃあちなみに、はい、次、青木さん。青木さんは50本。私もうほんまに。わかんないんです。もう最近、もう野球さえもほぼ見なくて、ああ、そうですね。そうです。なんかパもう、ンですよね。勘ですね。もう、中村さん風に言って、そう思っあ、たそういかうこらとみたね。いな感じいいと思でいます、いいすと思います。だから、あれなんですよ。だから僕ら60とか66とか、だからね、キリのいい人って大体勘かなと思ったりするんですが、八木さんとか、これ次ですよ。竹中さんの49、なんで刻むねんって話ですよ。これ49に何の意味があるんですか？はい、竹中さん。いや、まあ、本当は50とか、キリのいいのを書きたかったんですけど、まあ、ちょっと届くか届かないかで、なんかこう、キリの悪い数字になりそうかなって思って49にしました。なるほど。なるほど。いいと思います。はい。じゃあ、それで49。はい。じゃあ、最後。はい。相葉君、竹島さん。もう私も全然わからないし、なんかゾロ目の数字で、ゴーゴーっていう感じで。あ、なるほどね。いやいやいや、いいじゃないですか。はい。
いや、これね、だから、皆さんね、青柳さんじゃないけど、MLB とかね、プロ野球とか全然興味なかった人でも、これ、ちょっとこれをすることによって、ちょっと興味持つでしょ。だからね、大谷のホームラン速報とか、来年もで、今年もやると思うので、ぜひ、興味を持って見ていただけたらなと。だから、皆さん、もし見てる方もね、予想されるといいかもしれません。はい。